階段アミーゴ。生き量の話っていろいろ聞くんですけども、まあ、これは僕の、まあ、お知り合いの女性から聞いたお話で、今30ぐらいの方なんですけども、何年か前にものすごい自分のことを好きでいてくれる彼氏さんがいたらしいんですけども、いろいろあってその彼氏さんと別れることになったらしいんですよ。でその別れ方っていうのがあんまりいい別れ方ではなかったらしいんですけども、もうその彼氏さんの方はその子のことすごい好きなんで、別れた後もなんかストーカーみたいになっちゃったんですよね。なんかしょっちゅう連絡してきたりとかで、職場が接客業だったんですけども、その職場に普通に遊びに来たりとかしてて、でそれがどんどんエスカレートして、まあ当時その女の子は都内で一人暮らしをしてたんですけども、それっていうのがアパートの1階だったんですよ。その裏に回って、で部屋の窓がすりガラスなんですけども、すりガラスの向こうに立って、そのガラスをガン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 叩いてるのが分かるんですね。でバッて見たらすりガラスの向こうなんですけども、やっぱり背格好とか、まあ、着てる服とかでもう元彼って分かるんですよ。うわっ、むちゃくちゃ怖くなって、さすがに110番したらしいんですよ。で警察に電話したら、警察が来てくれて家の周りを巡回しますねということで、でその建物の周りを回ってくれたんですよね。でその間もすりガラスの向こうにはその彼ずっと立ってこっち見てるんですよ。そしたら建物の周りを回ってる警察官2人が立ってる彼の後ろを素通りしていくんですよ。って思ったんですけども、その後ピンポンって来た警察が言ったのが、家の周りにはとりあえず怪しい人はいませんでしたねって言うんですよ。引き続き巡回いたしますのでって言われたんですけども、言ってる間もすりガラスの向こうには彼が立ってるんですね。背格好、着てる服装からもうはっきり彼だってわかるんです。その彼がガン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 ってやってるんですよ。それでしばらくしたら彼の姿がなくなったんですけども、久しぶりに彼に電話をしたんです。さすがにこんなことがあったのでと思ってかけてみたら、その日彼はその子の家に行ってないっていうんですね。もしかしたら気持ちだけが飛んでいって生き霊となってそこに姿を現していたのかもしれません。